はい、ハンマー家の本家の本間貴族の半馬岩先生です。で、間違えちゃいけないのはね、人間たちがね、私が売ってるツールでね、同じように私と同じ稼ぐことは全くできません。というのは、人間の場合はね、話したり聞いたりすることも700年後に分かる程度で、脳波でね、仲間と聞いてね、そういう力の生物です。私の場合は全部自分で頭が働きまして、人間の上の生物なんですね。生物が違うというふうに思っていただきたい。だから財産の保安管理は桁外れてあるわけですね。だから稼ぐ時にね、多く稼いで使えるわけですけど、人間の場合はできません。財産を管理することはできません。だから同じ仕事して、同じお金取ったとしてもね、ほとんど人間の場合は自由に使えないですね。というか、もう全然自由に使えないって言った方がいいですかね。いくらお金を、人間の場合はね、財産を持つ、管理する能力はものすごく低いです。私、上の生物と違ってね。財産を持って、守る、ね、のは私、上の生物の生物が違うんだね。そちらでいう、虫とか、ね、いるでしょ。それと同じぐらい差があります、人間。それがお金与えたって、守れないでしょ。ね、1億円、2億円あって、虫に2億円あげたって、虫2億円どうしますか？人間に取られてしまいますでしょ。それと同じね、人間と私の差がありまして、生物の違いがあってね、お金持って与えて、人間に与えて、私と同じようにね、守れないでしょ。だから人間たち全体で守ることにならなければ、当然ね、2億円でも3億円でもね、そうなんですよ、人間に。あ、だからとなると、守る人にお金を払わないといけないわけです、人間たちの場合。2億円とか10億円でもね、手に入れても自分勝手に使えないわけです。仲間に護衛が必要になるわけですね。だからその分お金で半分どころか10分の1か100分の1になってしまいますね。私の場合全部使えます。ね、だからよく私のツールを売っててね、私が稼げるっていうと同じ頭になってね、精神異常者じゃない、人間がそう私の頭に合わせて同じに稼げるというですね、なんていうのかな。気が狂ったような頭、人間がなるわけですね。そんなの私と同じ、生物が違うからね。生物が同じなら平気ですけど、全然誰でも、虫みたいなもんですから、人間はね、知能が、私と上の生物とね、歩は取りませんから、同じになれませんからね。で、人間が喋ってまた団体で喋ってますから、私と対等みたいになってませんけど、まだね、力もね。だから人間の億万長者とか全部これ、彼ら団体で守ってます。で、シードさせてあげてますし、国のね、所長とか、国の校長先生とかね、立派なオフィスとかあるけど、全部借り物ですよね。で、生きてるとね。だから周りを守ってるだけでね、個人のものにはなりませんし、豪邸もそうですね。人間の場合は個人のものに、個人で守れることは100%できませんから、その守ってる人は会社とかね、とかが、とかそういう関係、他の関係者は
守ってるわけですからね、他人のものなんですね。ただ、だからホテルに泊まってるみたいなもんですね。自分の豪邸を持っててもね、億万長者、人間の場合はね。ということですね。だから私と同じにはなれないですね。自分だけで法案が取れなきゃダメなんですね。シードで助けてもらってるようじゃ、これだって、守れないから、他が管理してるから自由に使えないでしょ？ね、何でも。だから同じに考えちゃ困りますわな。全然慣れませんよ、人間の場合、私と同じように。ね。お金取っても、1億円取っても、1億円だけどもね、同じ1億円取ったって、人間の場合は全然、だから、私にとって1000円ぐらいもらったようなもんでしょ、人間の場合。1000円もないかもしれないね。1億円稼いでもね。人間の場合、バッグに、護衛をつけなければ、ね。護衛つけて守って1000円ぐらいでしょうかね。そんなもんですね。私の場合、全部1億だったら1億自由に使えますけどね。そういう、うぬぼれるんじゃないけど、そういう人間、頭おかしいですね、それ。まあ、夢見るのはしょうがないかな。夢というか、そういうの。だから頭おかしくなってるわけですね。ね。人間の億万長者全部そうですから。場合によっては、逆に普通よりか生活が悪くなってますから。億万長者の場合、財産守れないから、人に守ってもらわないといけないから、自由にならないから、実際そうですね。あんまり億万長者、人間の場合は、私と違って、上の生物と違ってなると、逆に損ですね。ビル・ゲイツもそうですね。大損し、